はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では信長の野望小説6続きをやっていきましょう。で、前回ですね、二条城に続き大和郡山城の奪還を行ったので、今回はその続きになるんですが、まずは大坂、ここから進発した部隊と、あとは、各方面から出陣している部隊、これをですね、犀賀にぶつけますというのと、あとはですね、引き続き松倉城攻めの方ですね、こちらの方を岐阜と名古屋の部隊を中心に展開させます。で、その後はですね、松倉と犀賀を抑えた後はいよいよ浅井と手切れをしてですね、浅井領を、駆逐していくっていうね、目標というか作戦というか、流れでやっていきたいと思いますので、なんとか今回ですね、犀賀、松倉、どっちかの城、できれば両方の城をですね、落としてしまいたいなというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。で、今ですね、犀賀の方からは部隊が出ていて、これがおそらくですね、大阪方面に向かってくると思うのですいません、これを正面から迎え撃つのではなく、迂回して、迎え撃ちたいと思います。で、大阪の方にはですね、今ご覧の通り兵が1万5千ほど詰めているので、この1万5千の兵を持って、犀賀から出てきている部隊を叩ければいいかなと思っていて、今大和郡山近辺に集結している部隊はこのまま犀賀になだれ込むという作戦でやっていきたいと思います。ではこのまま続けていきましょう。左近と刑事か、これは左近といえども刑事の方がね、強いですからね。と思ったら一撃でやられたか。もうちょっとうまく立ち振る舞ってほしかったけどね、正面からぶつかりすぎたかな。鈴木家に奪われたか、大阪城支配の城が。で、小作りは今鈴木にいるのか。で、貢ぎ物自体を受け取りましょう。ただ同盟を結ぶかというとまたちょっと話は別ですけどね。犀賀はね、抑えておきたいので、ここは多少無理をしてても攻めに転じましょう。かなりの部隊が出てるので、こんだけ出せばね、なんとかなるんじゃないかなとは思うんですけどね。そうすると、補給ができたので武将も出せるので、どうだ、この辺りで一度武将の移動をしておきましょうか。信長を安土に返して、あと余裕があるところで言うと、どうだ、小作りあたりをそしたら大和郡山に入れましょうか。で、委任しちゃいましょう。攻撃は目標はもちろん犀賀ですね。さっきから言ってるように、さっさと犀賀と松倉を抑えて次の攻撃に入っていきたいなというところなので、そしたらですね、
まあ、取り付きつつある敵部隊を駆逐するという意味で出陣していきましょうか。松倉隊はちょっとなんともな感じだけど、まあ普通にやっていけば、まあ、なんとかなるかなっていうところですね。あと朝倉隊に含めてどうだろうか。西賀の方には兵士が5000詰めていて兵糧はゼロってことは出陣はしてこないはずなので、まあ、うまくすれば次のターン、次のターンぐらいで、殲滅できるかな。そしたらここは横っ腹をついて撃破しておきましょう。後ろに下がられる前に、よし、これで左近捕らえましたね。捕らえたじゃん、撃破しましたね。まあ左近撃破するだけでだいぶ変わるでしょう。で後ろをついたんで、この隙に良くなかったかな。これだと、佐田尾に下がられたか。こうなると形勢が逆転するね。佐田尾の方が戦闘力も高いですしね。なんとか持ちこたえてくれればいいんだけど、敵の本陣が87減らしたけど、こちらの本陣の方がちょっと先にやられましたね。で森政は登用されたと。さあ、そしたら信長も出陣していきましょうか。であと信長のいる安土からは利家も出しましょうね。であとはまあこれくらいかな。兵糧がちょっとないので一旦これくらいでよしとしてですね、他の拠点で、兵が出せるところがないか確認しておきましょう。大和郡山に関して言うと兵が1万1600残ってるね。これは出しましょう。で松倉城の方はというと相変わらず苦戦してるんだよね、きっと。パラ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 攻めてるから、なかなかまとまった数がね出せていないっていう状況がちょっと見て取れるんで、ここは思い切って全部隊、出せる部隊全部出しましょう。で松倉城を一揉みにすると、まあ岐阜城自体を今空にするリスクはないので、全軍を持って攻めるっていうね、ところで松倉城攻めいい加減決着させましょうか。少し松倉城にね時間かかりすぎてるかなっていう感じはあるので、で名古屋城にも兵は揃ってますね。信兼と、まあやっぱりね出すときはまとまって出さないと、パラパラ出しても
結局戦力の逐次投入っていうね形になってしまって、あまりいい結果が今のところ出ていないという実情もあるので、ここは思い切って出せる部隊すべてを出していきましょう。で、他なんですが、安土は米がないでしょ。大河内に関しては兵がないと。で、他で言うと、まず高山隊で、佐田を撃破しておきましょうか。いい加減ね。で、池田隊は、正面から戦うのはちょっと無謀なんでやめましょう。とはいえ、忠次、刑事、この辺りの部隊は出した方がいいので、出していって、横から一旦攻められるんであれば攻めてみたいけどな。まあ、あくまでも、攻撃目標は、雑賀だというところにしましょうか。さあ、これでじゃあターンを送っていきますか。まあ、こんだけの部隊を送り込んでいれば敵もね、米不足でそんなに部隊は出せないはずなんで。いやーでも1600も米があるか。それなりに米が溜まってきてますね。さあ松倉城攻めですね。これはまた厳しいかな。パラ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 攻撃していく限りは、せめてね部隊数が2、3と揃ってくるといいんですけどね。ちょっとこの次はこの松倉城の包囲戦を展開していくにあたって、こちらで、委任ではなく指揮を取っていきましょう。部隊をまとめて、松倉城の周りに配置して総攻めをかける形ですね。惜しいところまでは行ってるんですけどね。三の丸までは入ってるんで、もう少し部隊数が揃ってくれば十分に攻略できるかなと。で、ここなんですよね。姉小路のね5000が出てくるとちょっと話にならないかなっていうぐらいに一方的な展開になるんで、それでもやっぱり家事再造なんで頑張ってくれてますよね。敵の前衛部隊は1つ2つと壊滅寸前まで追い込んでいるし、おっと池田智政が捕まって鈴木家に登用されたか。もう鈴木は絶対に滅ぼさなきゃいけないので、ここでね朝倉隊がさらに攻めかかってくるか。高山重友隊で支えられるかな。まあこうなるよね。高山重友が切られたか。さすがだな鈴木貞夫になってくると。で、敵は鉄砲隊が一つ混じってるね。さて、敵のこの梶原隊が出てきた以上はもうこれ以上の敵の増援はない。まだあるか。兵糧は1250。それなりに兵糧を蓄えてきてるんだな。
もう兵糧底尽きてるはずなんですけどね、敵の方は。まだまだ兵糧持ってくるね。さ、敵から横っ腹を突かれて、味方部隊が結構壊滅的な状況に陥ってるけど、ここも基礎が横を突かれる形だよね。いや本当にどんだけ持ってんだよ兵糧。ちょっとしかなかったじゃん。いやーこれで基礎吉安も壊滅か。結構やられたな。まあ、信長も出しているし、利家も出しているので、城にさえ取り付けばなんとかなるかなっていうね、イメージは持ってるんですけどね、思った以上に苦戦するな。ここは逆に横っ腹を叩いて、迎撃しときましょう。ああ兵糧それなりに入ってるね。刑事で朝倉隊を叩いておきましょう。まあ刑事は本当に貴重だな、有力な家臣としては。で松倉城の方はね、先ほど話したように城に取り付いたらこちらで指揮を取っていきたいんですが、まだまだ時間はかかりそうですね。いやーなかなか苦戦するな、雑賀と松倉。で牧前が攻めてくれてるけどどうだ、うまーく敵の前衛に敵の本陣を出したけど1個下がられたか。あとはうまくはまってくれれば。一番後ろまで下がられちゃったね。ただ最後は牧前がとどめを刺したね。よしこれで斬首しちゃいましょう。少しずつですけどね、各方面の情勢はこちらに有利には働いてきているので。あとは秀長が堀内を潰してくれれば。さすがは秀長っていうところかな。士気も高いしね。よしこのターンで取り付けるだけ取り付きましょうか。で長野隊を叩いて、
勝家がどうだ、横っ腹から攻撃できるかどうかだな。数的にはね、圧倒的に不利なんですけど。まあさすがは勝家という戦いぶりかな。十分十分、あそこで足止めできれば十分ですからね。で刑事も前へ出して、信長もさらに前へ前へと進めていきましょう。あそこは別所と赤松が、裏紙が戦ってる感じかな。そしたらこれでどうだろうか。いやー、もう一ターン待った方がいいね。これだったら待てるもんね。なので一度攻めかかっておいて、次の、勝家が捨て駒になってしまうのはもったいないですけど、まさか勝家が打ち取られることもないでしょうというところで、これで今敵の出てる部隊は全て叩いたことになりますんで、敵の増援はないはず。この中で犀川を攻めれば犀川は落ちるでしょう。まあ忠次も優秀だね、やっぱりこうやって見ると。で刑事はここを占領しておきましょう。港を占領してしまって、で松倉城の方はどうなってるかというと、松倉城の方はまだまだ取り付くのに時間がかかりそうですね。一体で取り付いちゃダメなんだけどな。やっちまったな。まあ墨前が攻めてるとはいえ、ちょっとさすがに厳しいかな。かなりあっさり中まで入ってってはいるけど、やっぱり敵の弓攻撃なんですよね、きついのが。敵の弓攻撃さえしのげれば勝機は十分にね、いつも通りあるんですけど、この敵の弓攻撃がしのぎきれずに壊滅させられちゃうんですよね。まあ本丸の扉まではこじ開けましたけど、あとこの敵の弓攻撃の前に壊滅するんですよね。で犀川の方は攻めかかっちゃったか。まあ、ただこれ見る限りだとどうにかなりそうだな。しかも委任してる部隊だけで攻める気だな。ただ城の守りは意外と、いや予想通りと言っていいのかな、硬いよ。思ったより全然中に入っていけてないから、ここはもうちょっと部隊をまとめてから攻撃に入りたかったな。二の丸にすらたどり着けてない状態で部隊が半分以上壊滅してますからね。やはり信長の到着を待つしかないかな。で横槍入れられるよね、こうなってくると。
まあある程度想定してた内容ではあるけど、いやーなかなか思ったようにいかないですね。で正勝もこれ横から攻撃受けて壊滅するパターンだよね。結局全部舞台はパーか。そうなると大阪から舞台を出すために用意をしといた方がいいかもしれないですね。山内和豊、木曽義康隊も出てきてはいますが、少し時間がかかるかなという感じは否めないですね。なかなかどうして硬いよな。お、信忠が元服しましたね。松倉城の方は次のターンあたりである程度まとまった数がたどり着けるかもしれないですね。で畑は混乱中か。ちょっと情けないよね。忠次が背後から攻められたか。もったいないね。忠次がここで一気に壊滅するというのは。で畠山は混乱してる最中に壊滅か。佐竹が滅亡して北条がさらにでかくなっていきますね。どうなんだろうね。今戦力をその松倉城方面と西賀方面に分けちゃってるのが良くないんですかね。戦力を集中運用するっていう意味では確かにね、良くはないんでしょうが、ただ兵力で言うとね、たかだか1個しか城を持ってない勢力と我々とではね、比べるまでもなくこちらの方が有利なはずなんですけどね。さあここはじゃあ信長でひねり潰していきましょう。で貞男に関しては刑事が後ろから弓を引いて一気に終わらせましょう。まあ、刑事だからなせる技だよね。で敵の戦力は5400か。だいぶ減ってはきてるけど、まだまだそれとも時間はかかるかなっていう感じはするな。もうちょっとねやらせてくださいね。時間がだいぶいい時間にはなってきてるんですが。刑事が横を突かれたか。ただ刑事だったらこれぐらいだったら跳ね返せるよね。んー、ただ火攻めか。火攻めはきついな。で背後を突かれた形で刑事もやられるか。まあしょうがないね。もう大舞台でこう横を攻められないように
横からざわーって横一線で攻めていかないとちょっと厳しいんでしょうね。戦い方としては。で、関東では地震が起きてますね。ちょっともう少しだけ進めさせてくださいね。お、左近がこれでこちらの味方になったね。今、昇水城が落ちたけど、三好はどうなったんだ？ちょっと気になるので確認しましょう。昇水城は長宗我部が取ったんで、三好はもう一つしか城がない状態になってるんだな。まあ、ここは信長でひねり潰しましょう。で、ちょっと増援を出してあげないとなかなか落とせる気がしないですね。大坂城には1個目ともにあるので、ちょっと増援を出していきましょう。で、松倉城ですね、松倉城。松倉城もだいぶね、兵数含めて減ってはきているので、もうちょっと時間をかければ落とせるかなというところなんですけどね。そしたら、裏草井に行かせますか。何の取り柄もないんで、今のところ裏草井に関しては。さあ、次のターンで取り囲めるかな。いよいよ松倉城を落とせるかなというところですね、次のターンで。で、利家が横をついた梶原隊に対してですが、どうだろうか。確実に仕留めておいてほしいけど。よし、仕留めましたね。で、米がなくなってきているという話もあるので、ここはもう城攻めにかかるしかないかな。信長はもう帰るしかないですからね。やっぱりちょっと遠いんですよね。松倉城はね、今回のターンで落とせるんだったら落としたいというところで、一旦これで
勝手に城攻めを始めないように行動済みにしちゃいましょう。都市家 VS か、ちょっと都市家も横を突かれると厳しいよね。簡単なく攻めて敵の兵力と城の耐久を削っていくっていうね、ことしかちょっとできないですからね。信長は入れましょう、城にね。で、城攻めの方はというと、攻撃でとりあえず潰しときましょう。まあ厳しいよね、都市家もね、この数だと。ヒヤッとするね、でも捕まると。大阪にも人が入っていないかとなると、安土とかに人がどんぐらい入ってるかですね。安土に人がそれなりにいるんだったら、安土から武将を出しましょうか。安土はめちゃくちゃ人いるね、やっぱりこうやって見ると。なので安土から大阪に人を移しましょう。ここのね、信忠勝家あたりは出せないので、道勝を大阪へ、数正ですね、数正も長秀でも大阪に入れましょう。順慶は大和郡山、これでいいかな。で、忘れちゃいけないのが松倉城攻めですね。こちらの方がいよいよ今回で、いやだいぶ時間かかりましたけどね、いよいよ落とせるかなっていうところですね。まあ、数的にもね、3倍の兵を用意しましたし、そうなると本当いよいよもって雑賀攻めですよね。雑賀攻めで、雑賀攻めが終わったら浅井と縁切りですね。まあ浅井が朝倉を攻めて朝倉を滅ぼしたっていうね、ちょっと歴史上考えられない展開にはなっているので、浅井と縁を切る理由はないんですけど、浅井を切って明智光秀配下、斎藤利光とかを取り込んでおきたいなと、歴史上のイベントをこの後見ていくためには。なのでなんとか浅井を切っていくっていうね、ところをやっていきたいと思います。よし、まあ頼綱に関しては斬首しましょう。で委任ですね。目標をどこに設定するかだけど、まあとりあえずは雑賀どっかにしときますか。まあ雑賀にチョーク行ってもらうつもりはもちろんないんですけど、で雑賀攻めは少しもうちょっと時間がかかるかなという印象があるので、委任に関しては攻撃目標を雑賀にしておきましょう。名古屋城に関しても同じです。委任にして攻撃積極で雑賀ですね。はい、というところで松倉城攻めだいぶ時間がかかりましたが、なんとか攻略完了しましたというところで、今回はここまでにさせていただいてですね、次回こそ雑賀、攻め切りたいなと思いますので、引き続き応援の方よろしくお願いいたします。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、
このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で動画の更新状況と、あと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。